ございます。谷川徹と申しますが。谷原徹様、こんにちは。違います。違います。はい、松林係長お願いします。松林係長ですね。はい。くださいませ。はい。どうしましょう。あなた方さ、またさ、これやってたらさ、長谷川さんさ、長谷川を私につけたでしょ。それ、あたすとそこのお宅ところのさ、余りもんじゃん。なんで若い子のさ、できない子をいつもつけるかな。だから問題が大きくなってるよね。もしもし？はい。お電話がちょっと遠いんですけど。じゃあもう一度言えばよろしいですか。松林くん。いい加減にしなさい。何が偉いかな？私の方が偉いに決まってるでしょ。外交官の、こういうことやってるんだよ、今。いい加減にしなさいよ。何か、ごめんなさい。武田さん、何がおっしゃって、外交官がどうしたと？私は外交官の立場を今やっていますが。あ、そうなんですか。はい。それでどうされました？はい。それで私は頭がおかしい、それ。私が超有名人だのも知らない。あなたは認知していない。どうですか？どうなのそれ。わからないでしょ。だからさ、一回さ、うちに来て話してくれ、しに来てくれない？いい加減にしてくれないと、あなたのところで事件を揉み消す。事件は起こすわ。帯広市役所、帯広信用金庫に、ちゃんと証拠が残ってるのに、お前が調査しないから、エグサがまた、働いてるじゃないか。だから、こちらも何をおっしゃってるのか、君が。それは、何をおっしゃってるの、君。法的根拠をかけるだけのチームは、あんた、私のエグサさん、5万円の国から支給された5万円の支給案件の お金を私にもらった。そしたら、それは、ダメって言って、自分で戻したのよ、そっちに。だから、エグサは、インマイポケット、自分のものにしたか、口座に入ってるか、調べてくださいよって、何回も言ってるじゃないか。そしたら、この前お前会った時なんて言った？エグサのそのことを、覆すのはできないんですか、私は、中がごちゃごちゃしててって言ったじゃないか、お前が。だから、じゃあこちらも分かりますね。はい。今、何をおっしゃってるか分からないのですね。では、あなたのことを、今、私は、オレオレ詐欺で、はい、吉洋さん、帯広警察署に電話させていただきます。これからすぐ電話させていただきますか。110番、十勝機動隊の釧路の、裁判所につながっている方の、どちらの方に電話すれば、あなたを立件することができるでしょうか。はい、言って、110番か、吉洋のとこか、どっちにする。すいません、電話切らせていただきますね。失礼します。はい、ほら。はい。切ることはできないで。早く切った。ほんまに気持ち。はい、おびひよ、どちらですか？おびひよ、何ですか？警察署です。はい、警察署ですよね。吉尾さん、お願いします。早く。はい。もしもし、電話変わりました。相談ばっかりの吉尾ですが。吉尾さん、今、松林係長って言って、帯広市役所の、はいはい、その人が、なんていうのかな、そこの、
入管して30年とか20年いた時いてキャリア積んで、その中でそれになったらもう終わりのところのポジションの人に電話をかけたんですよ。今それは松田会長っていう人は何かの人なんですか。だからそれは帯広保護生活保護課って言ってみたり生活支援課っていうの2つの部署の名前を統括している、うん、その上のところの人の何だろう場所で係長という部署がその人はその上はもう市長になるの。その上は市長なんだよ。だからそのポジションに就くとはもうあとはなんていうのかな、どっかでくるくる回って、係長のポジションを回って、あとは定年を迎えるだけなのに。だから、この人が私のことを牛耳るところの一番上の人になるのね。で、生活保護の担当の係長さんなの？そうそうそう、そういうことなの。で、はい、この人と話をしても、はい、問題の解決をしてくれたことはないのね。問題も私の抱えている問題を、うん、何も相談に乗ってくれたことはない。うん、だけどさ、うん、谷川さんね、うん、基本的にはケースワーカーだよ。だからケースワーカーの資格を持っていないのみんな。松林さんね。松林さんも、うん、本当は私は長谷川さんというケースワーカーをつけられてるの。長谷川さんなの。そうそう。長谷川さんに使われたんだけど、でも、絶対に私についてくるのは、できないコーチにつけてくる。できない子。もう、まずいっていう、なんか、見て、一見、ちゃんと見ただけで、もう、あ、この子殺人犯すなとか、私って、一回目の、エグチャっていうのは写真あるんだけど、うちに、顔撮ってあるんだよ。あの子は、バリッとぶっかけで、いや、前に出ない、なんていうのかな。まあ障害でもない、そういうタイプなんだけど、まあ、明らかに、そのタイプで、我だなっていうか、騙すなっていう感じをつけられて、それで被害に遭ってんの。で、それを、今日、また質問したんだよ。そしたら、言ってることがさっぱりわかりませんが、とか、始まってて、録音を今してるから、この流れで、吉田さんの声も入ってるものも聞けるから、その流れでこう電話したんだよ。全部押さえてっていうのは、うちにある証拠なんだよ。だから、うちに来てもらわないと、全部の証拠を開示できないって説明できなくて、もう何回かさ、吉田さんに言ってるさ。でも、結局は、プリントアウトできなかったとか、その証拠人と一緒になってなかったか、話が繋がらなかったかっていうのもう何回もやっていたよ。うん。はい。そうだね、市役所とまずうまくいってないのは一応私谷川さんね、はい、谷川さんね、はい、はい、だから私はもうこれさ2021年9月に帰ってきたでしょ、東京から9月から東京に帰ってきたでしょ。 でそこから、まあ、トラブル続きさ、ここに落ち着くまでいろいろ経緯もあるし、ここの住所じゃなかったよ。ここの住所じゃないんだよ。だから、うん、去年帰ってきたんでしょ ?2020 年9月に帰ってきたよ。そして、帯広に住み着いて、出てったら6割で住んで、住居を決めて、うん、生活保護をもらうわけだよね。そうそうそう。でもその人たちはみんな資格は持ってないよ。何も資格ないよ。それは分からない。俺に言われてもしょうがない。そうそうです。だから、そうだから、もう法的根拠を犯す犯す。私はもう知ってるわけよ。法的根拠全部頭に入ってるから。あ、それやめてください。やめてくれって言っちゃうんだって。法的根拠、犯したって言っても、それは、喧嘩になってしまって、お前、私は頭がおかしいって言い始めるの。いつも。私は頭がおかしいって言われて、で、江口さんが強制入院をさせたの。
小田原のこの別の厚生病院に入院したんだよ。うん、入院したんでしょ。 3ヶ月だから、あの、便秘症で悪いところに3ヶ月も入院したんだよ。うん、だからそれは俺に言われてもしょうがないから。だから、そうそう、そうそう、小田原の生活を向上させるには、はい、ケースワーカーの人とよく話し合いをしてた。でもさ、ね、ここだ、ここ今、じゃあ、と最初に戻ると、松林に言ったならば、結局はそういう、さっぱりわかりませんがって言われるんだ。だから、じゃあ、さっぱりわかりませんって言ったのが、今ここの、あの、携帯電話の方に全部声が入ってるのがあって、それは妥当性があるのかも。携帯電話に入ってる声は何の声だっていうのか。今の話してる声ですよ。このコートのやり取りの声。それは今、携帯電話に入ってるんだよ。うん。うん。でも携帯電話に入ってるんだけど、うん。はっきり言うよ。うん。あの言ったけど、警察っていうのは、うん。ああ、分かってるんだよ。まあ、でもさ、後からさ、なんていうのかな。あ、先生は全然悪いことしてないのかな。うん。警察は、警察の方のこと聞かして何も言えない。そうですよ。うん。ああ、だからそれはやっぱり、振興局とかに言ってもらわなかったら困る。でも私は振興局ではないと思うんだよ。振興局だよ。ああ、何、どこだね。あくまでも国から出てて、それを支給してるのは市で、市がケースワーカーとかつけてるんだから。ね？だからそれはもう結果的にもう、デキカス分かってるの。それは、おべしろの規範というか、ルールが、あのね、誰でもっていうか、高卒であれば、公務員試験の優しいやつの一番下のやつを受ければ、入れるじゃん。じゃあ、そんなこと言ったら、同型の方が簡単なもん。そうですよ。そこに教育の格差があるわけじゃん。だから、そこになるから、なんていうの？それは教育委員会になるでしょ？だからさ、だから私は、その法的根拠みたいなのも分かってるし、だからそれを悪いっては言って、だから言ってないわけ。しかしながら、ごめんなさい。それをあなたが悪いとは何も言ってなくって、まあ、それと話すると、だから教育論になっちゃうさ、まあ、この、行政のやり方であったり、やっぱり。俺らはさ、行政じゃないからね。それは知ってるね。取り締まるところだからね。だからこそ、だからやっぱり、市役所と警察は違うじゃん。警察なんか言えないでしょ。言えるんだって。言えるの？言えるの？じゃあそれを捕まえるのが警察の仕事じゃん。組織じゃないもん。捕まえる組織だって。分かってるでしょ、谷川さん。いや、どうやってそれを。なんで俺に言うのさ、したらもうちょっと違う。おかち毎日新聞とかにも言ってみればいいでしょ。あ、おかち毎日もいるよ、私知って。ま、それはね、村松さんという人がいるよ。あ、全部のパイプあるけれども、あるんだよ。なんか俺に聞いた噂ではなんか、新聞出たって言うんでしょ。新聞は出たけど、だからそれよりも、テレビにも出てるよ。どうするのよ、だから。だからさ。だって警察じゃないって言ってるでしょ。だからやっぱりそういうところの弁護士の先生とか相談してみればいいでしょ。なんもさ、俺らじゃないから、俺らは取締り機関だから、あくまでも。医療機関じゃないから、その行政サービスについての。じゃあ、一括してさ、相談案件はうちでやることにしようよ。だから、うちに来て、どんな方でも、ここに座っていただいて、警察官だろうが何だろうが困ってて、総合的にさ、困ってる人をさ、やる NGO みたいにしようよ。このうちよ。あ、じゃあ、取締り機関でも困ったおばあちゃんとかいない、お金に関してて。
でもお金は貸せないという。そういう人たち、そういう人たち、うちに連れてきてほしい。まあまあまあ、で、それで、まあこれは終わりました。私の個人的な相談は終わりましたよ。今終わりまして、スイッチが、まあ、する。で、私の法的な役目。それは、前よ、国連事務総長や、ロシアとか、ジョー・バイデンの大統領のところとコミュニケーションしながら、まあ、やり取りをして、なんていうのかな、うん、HIV エイズの問題に関することのことをやりながら、やり取りをしているので、それはなんか、活動というかさ、それで予算を取るためには、予算を取るためには、ここに予算を取って、それをやるためには、よしおの力が必要。よしおの力が必要。よしおの力が必要なの。理事になってもらったりとかさ、あとは何でもいいから、よしおさんが代表をやってもいいです。私が事務局みたいにやってもいい。それは、よしおさんの好きな関わり方で関わっていただいてもいい。だから、それを何度か興味があるようにしてもらうため、これからも通いますから、よろしくお願いします。はい、失礼します。バイバイ。大好き、愛してる、チュー。バイバイ。よしよちゃん、よしよ好き。